誰も知らないところで私の今の実力ってどうなのかっていうのを試してみたいっていう改めてニューヨークに来た時にあの私はたくさんの人に支えられてきたんだなっていうのも改めて深く思いましたしお前にはそのチャンスあるのにそのチャンスを捨てるってことを初めてそれ言われた時にちょっとこう頭にこう雷みたいなあっみたいな。 ニューヨークハイをいつもご視聴いただきありがとうございます今回はニューヨークに活動の拠点を移して3ヶ月渡辺直美さんにお話を伺います場所はニューヨークアマンハッタンのど真ん中にあるニューヨーク唯一の日系ホテルザ・北のホテルニューヨークでの取材本市発行人高橋とのインタビューは4年ぶり3度目です渡航してニューヨークを拠点にして、はい、今もう3ヶ月が経ちましたか3ヶ月経ちますね はい、いかがでしょう今いややっぱりまあね結構このコロナとか、うん、いろんなことがある中での,、うん、あの移住だったんで、うん、まあちょこちょこ前半は大変なこともあったんですけど、うん、あのまた日本とは違うパワーというかどっちのパワーも感じれながら、うん、こうやってニューヨークに過ごせてるっていうのはすっごいこともありましたけどその英語が通じないとか、うん、契約ごと。 携帯の契約とかの言葉が通じないとかそういうのはめちゃくちゃあるんですけどでもなんかこう毎日が刺激的というか、うん、日本とは違って結構なんかね激しめの人もいっぱいいるしそれぞれの,あのストーリーがある人たちがいっぱいいるのでうわみたいなこんな強い人たちがいたら私もう勝たなきゃいけないな負けてらんないなっていうので余計すごいこうパワーをいただいて日々刺激,的刺激的な日々を過ごしてます。 日本ではやっっぱ味わえなかかたことという,かうんいまあ日本でしか味わえない刺激とかもあるとは思うんですけどうん、うん、こっちはもうみんながスターというか街歩いいいいてててるる人たちがが私を見てっていう強さすすごいあるじゃないですか、うん、でそういうのはやっぱなかなか経験できなかったことなので、うん、まあちょこちょこはねニューヨークに来たりしてたこともあるんですけどそれこそ2019年とかは1週間おきに日本とニューヨークに行ったり来たりしてたんですけど、うん、今回は完全に住む ってなったら、そこで初めて見えてくることだったりとか、人の付き合いだったりとか、うそういうのはすごく感じましたね。旅行ベースだったらもう数え切れないぐらい来てますよね。もうそうですねいっぱい来てますね。滞在でいうと2回ぐらい、まあ1回から3ヶ月ぐらいやられましたよね。はい、そうですね。じゃ今ご自身の中ではニューヨークっていうのはもうホームというかただいま感ぐらいあります。 あの、この間セドナに初めて、ちょっと旅行で行ったんですよ。はいうん、で、セドナからニューヨークに帰ってきた時に、ただいまって、やっぱちょっと思った。んです、うん、ほっとした部分があって、その時に初めて、あ、私はもうニューヨークを拠点に生きてる人なんだなって。思いましたね。ううん、もう。空港帰ってきたら、むしろ落ち着くみたいな。うん、なんかこのニューヨークの匂いというか。うんなんかセドナにもない。<laughs> ニューヨークのこの生臭さというか、うその匂いから時に、あ。 ただいまみたいな感じには思いましたね。すごいこういい意味で大雑把になるというかもちろん日本のそのおもてなしとかサービス精神ってすごいなと思って改めてニューヨークに来た時にそれは誇れるべきものだなって思ったのと反面ニューヨークのその時間通りに誰も来ないとか誰も来ない荷物が届かないとかそういうのとかはなんかあはいはいみたいな なんかこう自分もちょっと生きやすいじゃないですけどなんかこうあんまりこうなんですか期待しない精神みたいなのはここではすごい学びましたねそしたらすごい楽になりましたし渡米前は菜波ちゃんがこ,こっちに来る時って日本のメディアもいっぱい取り上げられたと思うんです、うん、でも、はい、実際渡米した後はどういう活動をされてるか、うん、どういう様子なのかはこれ多分皆さんすごい気になってると思うんですよ、ね、絶対、まあ、インスタライブぐらいしかね知られないんですよ そううでですすよよねみんな気になってると思うんですよ日本にいる時は正直本当にめちゃくちゃ働いてて一日56本仕事するのは当たり前で家に帰ったらもう本当にお風呂入って寝るだけっていう生活をしててまあむしろそれは願ってたじゃないですけどやっぱ忙しくて幸せっていうのはすごいあったんですけどまあこっちに来たら要はまだ私はもうペーペ p なわけでアメリカの中ではその知名度も日本みたいにあるわけでもないので。 本当にこうゼロから自分を売り込んでいくっていうのがま正直今すごい楽しい状態なんですねでやるって言ってもファッション関係の仕事が多いですあの雑誌の取材だったりとかファッション誌の撮影とかそういうのがすごく今多くなっているんですけどそれもやっぱりまだ英語が完璧ではないので英語を喋らなくても自分を表現できるところで今活動していてで えとやっぱり映画とかコメディとかそういうのはいずれば絶対やりたいと思うんですけど今は自分が英語が喋れてないのでいきなりプロの世界にバンって入って変な感じになるよりはある程度英語をちゃんとしっかり学んでからしゃべる表現みたいな仕事はいずれはしていきたいなと思っているんですね。 だけど喋れてない英語を喋れてない今の自分も今しかないのでそれを生かした仕事を自分から発信していきたいなと思って今新しいことししようととているところです新しいこと新しいことはいなのでもう自分からアピールしていかなきゃダメだなと思っているんでんでも焦ってもいないんですけどなのでファッションの仕事を本当に週に1回とか 2>, 2週間に1回とかやりながらあとは YouTube 撮ったりとかして 今の自分のこの現状だったりとか楽しいことをやってるっていうのを、うん、YouTube にとってそれを編集したりとか、うん、そういう感じですねだからもう本当に日本の時みたいな仕事の仕方は全くもっとしてなくて日本だと基本みんなが現場であれ、はい、テレビの向こうであれ渡辺直美知ってる、はいうん、でもう1.6あるスターのポジションがある中で、はい、こっち来たら。 いいわゆるるゼロかからだったりすすじゃなでそれを僕がインタビューしてたら、うん、またゼロからやんなきゃいけないんだよっていうアーティストの方もいるし日本の知名度があったらこんなに苦労しなくて済むのになっていう俳優さんも正直今までいたんですよでもナムちゃんはね。その私の元々の目的がその誰も知らないところで私の今の実力ってどうなのかっていうのを試してみたいっていうのが やっぱ一番最初の留学の一番最初は自分はそれを思ったのでだからもう本当にありがたいことにアジアの人たちはやっぱすごい街歩いてたらみんな声かけてくださってあとはやっぱりそのアメリカの方々もちょこちょこやっぱ声かけてくれるんですよ。うんうん、例えば Tinder とかたまにやってるんですけど、はい、そ Tinder やってる時とかに「Oh my god ああいう直美」とか言われて「知ってんのか」うん、みたいな。<laughs> 知ってたか私のことみたいなってのもあるんです、うんうん、これ普通流しますけどね流してくださいどうぞ多分2014年の時もティンダ e の話ししてると思いうんですけそれも普通に僕書きましただからやっぱそのなんていうんですかね、うん、ちょっとずつ自分の知名度が上がってきているっていうのはすごくありがたいなと思うんですでもみんながあのも,もうちょっと待ってめっちゃ面白い t i n d e あゆなあみ知ってんのかと思いますよね 知ってっね知っててもでもやっぱオンにしなきゃいけないねこっちは渡辺直美というものを <laughs> でもじゃなくて普通の普通の女としてデートしたいなっていう思う時もあるんで、うんうん、だからやっぱその楽しいっていうので言ったら知らなかった人たちがどんどん私を知っていく、うんうん、でこの間 B&H に行ったんですよ。あの カメラがいっぱい売ってる B&H のところにパソコンが置いてあって、うん、それでなんか 4K の動画が見れるっていうのがあったんではい、はい、ああじゃあ私の YouTube で 4K ちゃんと見れるというかチェックしようと思って「ナオミ・ワタって YouTube で打った次に出てきたのが「イングリッシュ」って出てきたんですよ。な、うん、なんかか字字幕幕みたい英、はい、英語字幕とか英語とって出てたた時にあっと思ってこれみんなナオミ・ワタを知ってるけど。 私がどういう話をしていいるのか私がどういう活動をしているのかを英語で終えてない検索してるとそう日本語しか知らないからそれを知りたくてだからみんな興味はあるけどどういうことをしているかっていうのを理解してないんだと思って私は英語を完璧に喋れるまでこう表に立つんじゃなくって、うん、英語を喋れなくても自分の魂で。 魂でというか、うん、その感知感とかその雰囲気を片言の英語でもいいから伝えていかなきゃなと思って新しいことに始めようなるほどはい、うん。なるほど,、はい、るほど絶対そうですよねそうだから結構みんなねちゃんと喋らなきゃって思うかもしれないし、うん、私もねあのストーリーとかインスタとかも文法おかしかったりとかするとめっちゃ来るんですよアミちゃんそれは違いますとか 間違ってますすすみたいいなのがすんごい来るんですよでそうなると、えー、やっぱ間違ってることって発信しちゃいけないのかなとか、うん、そうだけどこっちってもう英語はちゃめちゃでもみんな理解してくれるし、うんうん、英語が片言でもみんなで息できないぐらい笑ったりとかするじゃないですかこれですごく大事なだな、うん、もちろん英語の勉強を毎日してますけどそれプラスして動かないとダメだなっていうのが私の日々の楽しいというかここからなんかこう知らない人たち 私の顔は知ってる名前も知ってるただ、うん、どういう人かわからないっていうのをもっとここから挑戦していろいろ広げていきたいなっていうのがすっごい楽しいです仕事があるなしとかではなくてなるほど、うん、ただ時には日本だったらスムーズに行く渡辺直美をでスムーズに行くところがこっちだとダメージを知らない人もいっぱいいたり、はい、そうですね、うん、あんまり日本にいる時も渡辺直美をみたいな感想も知らなかったんですけど <laughs> もちろんもちろんその本当に、うん、なんて言うんですかねあの、まあ、融通が効かなないとかかも,もちろんんあります、うん、なんか言い方悪いですけど個室、うん、とかはもちろん座れないというかその日本だと絶対向こう店員の方がね気を利かせて個室で、ねはい、個室ありますみたいな、うん、それはありがたいことなんだな、うん、っていうことも分かりましたし、うん、そうですねでもそっちの方が人間っぽくていいです私は。なんか もちろんみんなが、ね「あらミちゃん」ってもう本当に道端歩,歩いてたら「みかん持ってって」とかその物をもらうことそう多くて食べ物にも困らなかったりとかまあいろいろすごいたくさんの人に日本のたくさんの人たちに支えられてここまで来たんだなっていうのはもちろんずっと思ってましたずーっと私は感謝してましたけど改めてニューヨークに来た時にあの私はたくさんの人に支えられてきたんだなっていうのも改めて深く思いましたし。 私がニューヨークに行ったりとかしたらねもちろんそのニューヨークに行って日本のこと裏切ったのかみたいな人もたまにはいます。でもそんな人たちって関係なしにいまだに私のことを遠く離れた日本から支えてくださってるあのファンの皆さんがいるっていうのは私はかなり幸せ者だなと思いますしなるほど、うん、だからこうやってね活動でいろんなこと新しいことしたいですでファッションの仕事が今すごく多いです。でこれからも頑張りますって,言って ではいるものの、実際は本当にグータラ、Netflix 見ているだけの時間があったりとか、本当に自分の人間としてのなんか生き方みたいなのは正直今楽しんでいる部分もあります。うん、はい、あの2014年の時と今回は気持ちは全然違いました。はい、勇気というかういう。まあ全然違いますよね。2014年は言っても26歳の時で、やっぱ元気いっぱい。 パワフルガールだったっていうのもあるしもちろん不安はあったんですけど、うん、やっぱその時の仕事の状況とかもやっぱりもちろん本当に忙しかったけどやっぱ若手芸人だったんでまあその責任とかあんまりがこうなかったというか責任というかいやあの時もスーパースターだよねですでにも,も,もちろん本当にいろんなお仕事させてもらってますけどうん、うん、留学から帰ってきてからすごくこう自分の仕事の幅が広がったんですね。はい なんかまあそのインスタもそうだし CM だったりとか番組とかもやっぱりその私がメインでとかありがたいことにとか MC の仕事だったりとかちょっとそのうん責任感のあるなんかその他芸人っていうところからの枠からちょっとこう抜けた感じで仕事させてもらってることが多かったのでそれこそドラマやらせてもらったりとかなのでそこはかなり勝手 そうしましまたね自分の中でも「おーみたいなやっぱり2 0 1 0年の時の26歳の自分と今回ねこう来る時の30代の自分だとやっぱりちょっと違うのでうまあ実際は2019年の行ったり来たりする前に、まあ、レギュラーが7本ぐらいあったんですけどそれの皆さんに全員お話しさせていただいてまあちょっとあの卒業させてくださいみたいな。 でも元々はレギュラー受ける時ももしかしたらいつか海外行くかもしれないですけど大丈夫ですかっていうのは伝えてあったんですよで。皆さんそれででもいいですっていうのでお仕事させていただいて本当に寛大な方々だったんですけど、はい、まあ実際、えー、と来年からちょっとニューヨーク行ったり来たりするようになるのでちょっとお卒業させていただきたいですみたいな話をした時に皆さんいや本当に。 はっきり言うと嫌ですけどみたいなでも直美さんの夢を応援したいんでんっていうふうに言ってくださって皆さんすごいださったんですねだからもうそこへの責任感に変わりましたその卒業とか今までやってきた自分の仕事日本での仕事を卒業することへの責任感というよりはそこで応援してくださった背中を押してくださった皆さんの思いをちゃんと背負って。 ニューヨーヨクでやっってていいいかなななきゃいけないなっていう結果残していかなきゃいけないなっていうそっちの責任感にはなりましたねあの時僕インタビューして印象に残ってるのは、はい、直美ちゃんが最終的に悩んでる時に千鳥の大悟さんに相談したと。はいはい、で大悟さんが最初は反対したけど、うん、改めて呼び出してご飯食べに行った時に、はい、やっぱり直美俺ができひんことやから行くべきだっていうふうに言われて、うんうん、その時直美ちゃんが「 もうそれでで気持ちを固めたみたみいなそそうですねそれこそ,その、ね、2014年の留学の時の前は、うん、その大悟さんがなんか「悪友さんの歌」でこんな歌詞があったんだみたいなその野球の甲子園の話であの1回目の奇跡を奇跡っていうけど2回奇跡が起こることをまだ何て呼ぶか誰もわからないみたいなっていう歌詞があるんやけどお前は 田舎の茨城から東京に出てきて、うん、東京で売れたとでその後にそれが奇跡やんか」ってでもそれでニューヨークに行ってアメリカで売れたら2回目の奇跡やんってその時になったら何て言うか俺に教えてくれかっこいいかっこいいじゃないですか そうやって背中を押してくれたんですよでもナノミさんその時の僕のインタビューで d a i さん真剣に話した時後ろにカメの置物があってそれとずっと見比べて同じ顔してたって,て <laughs> ちょ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 あのカメの生き物ですあの生きてるカメがグ <laughs> ーって d a i さんに向かって首をすっごい伸ばしてこうやってやってたんですよでそれを見た時になんかそれにちょっと笑いそうになっちゃったんですけどあ、d a i さんと思いなくな <laughs> そううっていのもあったんですけど今回ニューヨーク行ったり来たりするって決めた時、うん、2019年の時決めるその前の年に実はこれも DAIGO さんと又吉さんで「ああお前海外行かないのか?」みたいなで私その時実はもう日本でレギュラーもいっぱいありがたいことにでスタッフさんともすごい楽しかったし、うん、なんか日本でできることをやっていこうって思ってたんで私はもう海外行くとかないですっつったら「えっ?」みたいな。 ななんでって俺たちは行きたくても行けるチャンスないけど、うん、お前にはそのチャンスあるのにそのチャンスを捨てるってことみたいな感じで言ってくださって二人とも背中を押してその時、まあ、結構一番人生で結構しんどいぐらい忙しかったんですけど初めてそれ言われた時にちょっとこう頭にこう雷みたいな「ああみたいな。とかなんでお前だってお前が今やってる日本の仕事俺たちもできるからなあみたいな。 でもお前が海外でやれることは俺たちはできひんからなって、うん、そっちやった方がええんちゃうかみたいな風に言われた時に確かにと思って私にしかできないことやろうってその時に思ってこのの海外移住の準備をし始めたんですね大悟さんすごいです、ね、大さんはすごいですよ。本当にも,うもちろん大悟さんだけじゃなくていろんな先輩たちに私は背中を押されたんですけど大悟さんすごいですね。 又吉さんも。その時に得て帰ってきて、また日本ですごいブレイクされました。えっと。それはやっぱり最初の留学っていうのは大きかったですか。うん。そうですね。あの人としては。かなり大きかったです。うん、やっぱり。えっ、ー、と、人種だったりとか、宗教だったりとか。 そういういのがこう日本にいたらわからないことだったりとかをニューヨークに行ってあこれダメなんだこういうことしちゃいけないんだとか、うん、そういうふうなあの対人に対してとか自信だったりとか、はい、そういうのはすごく勉強になりましただ仕事っていうよりは、うん、生き方みたいなのはすごく勉強になりましたね。うん、やっぱりア、ね、アジアだと、ね、それぞれぞののの国でで文化もあるので、はい あのそれと同じようにアメリカにもいろんな文化があってその文化の多様性だったりとかっていうのはすごくあそうなんだだから私もすごく反省した部分もありましたやっぱお笑いの部分とかでもうわこれはもうダメなことだったんだとかすごくその2014年が私の中では勉強になった留学でしたねお笑い芸人としても人としても。 で帰ってきてやっぱりいろんなお仕事がさらにすごく増えて海外でのお仕事を海外に行く日本から海外でロケする仕事だったりとかえと海外のお仕事もちょっと増えたりとかっていうのはもちろんあったんですけどえ今思うとこの今回の移住してから気づいたことはもう本当にたくさんあってやっぱ留学の3か月だけじゃやっぱねもちろん。 表上のニューヨークしかやっぱ感じられなかったりとかもあったんですけどこっちの2021年、まあ、もちろん2019年は1週間ニューヨーク1週間日本1週間ニューヨークっていう、まあ、半年ニューヨークに住んでるようなか考え感じだったんですけど、うん、それとも比べ物にならないぐらいやっぱずっと住むっていうのは本当に日々勉強だなと思ってで今回に関してはもう完全に仕事を。はい 目的に来ているので気持ちがやっぱり仕事モードというか仕事するならとかなんかもうピックアップする街歩いてても「あ今これがトレンドなんだじゃあ私だったら何をするだろう」みたいなこうでやっぱり仕事とかにやっぱつながることも多かったりとかするんですけどでも焦りたくもないだけどもやっぱ焦っちゃう部分もあるだろうなっていう日々の自分との戦いですね。やっっぱ焦っていいいことないとな思うんですけど でも焦って動かなきゃいけないこともあると思うので、だから。まあ、昔の自分と違うのは、やっぱ行動をすごい起こしてるなっていうのもあります。うん、なるほど。四、うん、年ぶり三度目のインタビューなんですよ。三度目。はい。いやー、もういつもいつもありがとうございます。四年ぶりって言っても、実は僕その間に。何回かお会いしてるんですよ。はい。で、その都度、ナあ、はい、の、毎回、あ、今度ご飯行きましょうよ。 っておっしゃってくれるんですよ一、はい、回もないけどね嘘でしょ一 <laughs> <laughs> <え>回は行きましたよご飯行きまし,し,した一 <laughs> 回行きましたよねシャブシャブ屋ですよねそうですシャブシャブ屋でそうそうそうあの時シャブシャブ屋に行って奈美ちゃん Broadway 行くって途中で帰ってって、うん、そんな親しくないおっさんと二人きりな <laughs> <laughs> それで二人きりで知らないおっさんとシャブシャブつつくんだ 聞こえてたの。そうそうそう。行きましょう。覚えてます。覚えてますよ。今度また必ず。はい。ぜひぜひ行きましょう。あのいつでも連絡は閉まってますから。本当ですね。はい。じゃあもう今日からしたか。はい。あのちょっとちょっと予定が今日はさあちょ合わないです。また別にで。そうですね。は秋ぐらいにちょっと行きましょう。まあ僕もあの芸能人のね。 ええー、社交辞令を真に受けることバカじゃないんだけど。<laughs> そんなことないです。よ私は本当に社交辞令を言わない人なんですね。そうですよ、ねはい。そうです。はい。ぜひぜひよろしくお願いします。いつもお願いします。はい、次回、中編はニューヨークという街を選んだ理由。ニューヨークという街の魅力、そしてこの街のコロナ禍で感じたことなどについて、お話を伺います。チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いします。じゃあねー。